聴覚障害者標識聴覚障害者標識とは道路交通法に基づく標識の一つ。円形をしており、緑地に黄色の二つの耳の図案を配し、全体として蝶のように見えるデザインである。2008年6月1日の道路交通法改正による聴覚障害者に係る免許の欠格自由の見直しに伴い導入された。補聴器により補われた聴力を含めて、 10メートルの距離で90デシベルの軽音機の音が聞こえるものという免許取得の従来の基準を満たさないものでも運転する車種を限定した上で特定後写し鏡を設置していることを条件に車の運転を許可されたものは当該標識を運転する車両の前後の視認性の高い部分に掲示して運転しなければならない2012年4月1日の改正まで運転できる 車種はもっぱら人を運搬する構造の普通自動車と定められており、原動機付き自転車、小型特殊自動車、貨物自動車の運転はできなかったが、原動機付き自転車、貨物自動車については解禁された。また取得できるのは普通免許と自動二輪、免許4月1日からだけであり、中型免許、大型免許などは取得できない。また、初心者マークと同様に、 周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ割り込みなどの行為を行ってはならないと定められており、表示者に対して幅寄せ割り込みをした場合は交通違反となる。なお、表示は義務となっており、表示しなかった場合、違反点数、反則金などが課せられる。ただし、2012年4月1日に解禁された二輪車については、 構造上表示が難しいため表示義務の対象から除外される。このマークはあくまで耳の形をモチーフとして蝶にも見えるようにデザインされたものであり、蝶と蝶をかけて蝶々のマークになったというのは属説である。定まって間もないため、若葉マークや紅葉マークのような属称は2009年11月、現在定着していないが、一部で蝶マーク、 蝶々マークという呼び方がされている。なお、耳マークは一般に別のマークを指して用いられる。ありがとうございます。